青柳駅は、長野県知野市金沢青柳にある、東日本旅客鉄道中央本線の駅である、知能駅管理の無人駅。駅舎に接して、単式ホーム一面に一線、その奥に島式ホーム一面二線と合わせて二面三線を持つ、地上駅である。ホームはかさ上げされていない。乗り場は、駅舎側から順に一番線、二番線、三番線となっており、 二つのホームは屋根付きの古典橋で結ばれている。ホーム長が非常に長く取られているが、通常短い編成の列車しか停車しないこともあり、地の駅寄りの大部分は舗装がされていない。駅舎は当初木造であったが撤去され、2002年にコンクリート造りの簡易駅舎が完成した。駅近くにあった金沢塾にちなみ、うだつをモチーフにデザインされており、 鉄道建築協会賞を受賞している。駅舎内部には、簡易自動券売機、簡易追加改札機と、ガラス張りの待合所が、また島式ホーム上には、改装済みの待合室がそれぞれ設置されている。1日平均の乗車辞任は、以下の通りであった。駅正面は広場になっており、駐車場や公衆便所が設けられている。駅は、 宮川という小川に沿う形で位置しており、そこに架か,かる青柳橋の先に、青柳の集落がある。県道196号に沿って、集落を抜けると、国道20号に突き当たり、国道を北西方向に500メートルほど進んだ先に、金沢の集落がある。ここには小学校や郵便局、市役所の出張所などの他に、金沢温泉近景の湯という公営施設があり、 温泉やサウナが利用できる。青柳橋の T 字路を左折した先にある青柳駅前と国道20号線沿いにある青柳バス停がある。ありが